えー、青森県はね、えー、短命県だっていろんなテレビでもバカにされてさ、まあ、バカにっていうがねネタにされてさ、ね、筋子にも醤油をかけるとか、えー、カップラーメン消費量日本一とかさ、ね、まあそれは事実だしで短命県寿命が短いっていうことも事実だし、ね、だから青森県、ね、県庁の方でも知事さんもね 一生懸命短命券返上しようってさ塩分を取るなってラーメン食うなって塩分取るなってスープ全部飲み干すなってさそういう活動してるんだけど PR 活動ねだけど <coughs> この塩分ねだけが問題じゃないのねでネットでね都道府県塩分摂取量で調べると出てくるんだけどまあちょっとね こういうふうにさ、グラフがいっぱい出てくるんだけど、ね、これによると、えー、日本で一番塩分を取っているのは、宮城県が11.9。で、同じく福島県 11.9g。で、2番目がね、長野県。長寿で有名な長野県 11.8g。長寿の日本一長生きする長野県が 11.8g。で、青森県は、 ね、長寿青森県はワースト1位、単名県が 11.3g で、ナンバーワン長寿の単名県が青森が 11.3g なのに長寿県ナンバーワン長生きする長野県が 11.8g。これが男のデータね。で、女性のデータがね、長野県はね、なんと一番。 唯一 10.1g10g 超えてるのね長野県の女性の塩分摂取量はで青森県はね 9.7g これもまた塩分摂取量で見ると長野県の方が取ってる男女ともに長野県の方が塩分いっぱい取ってるなのに向こうは長寿ナンバーワンこっちは長野県より塩分取ってないのに短命県ワースト1位とね一番寿命が短い俺青森県民 長野県民の方々何も知り合えるけれども長寿塩分いっぱい取ってるのにねこれ俺もねあの大学の教授のねある教授の、えーえーっとね、講演会に行って教えてもらってびっくりしたんだけどでこれ何が違うのって塩分が問題あるってさ青森県は一生懸命 PR してるのにでも塩分は長野県の方が取ってるってなのに向こうは1位おかしいじゃんとでこれ何なのかってそれをね 野菜摂取量カゴメカゴメじゃない都道府県かで検索したら出てくるんだけどカゴメっていうのはカゴメがねこう調査して、えー、出したデータによるとねこれちょっと粗いから見づらいかもしれないけどこうね長野県1位なんだよ一番取ってるの野菜をで我が青森県がねもっと粗くて見えないんだけど 26位日本で26番まあ中間だよな <laughs> だ長野と青森県ね長寿ナンバーワンとタ命メナンバーワンタンメーワーストワンこの差これを塩分だって青森県の県庁の職員さん知事さんはね分析して PR してるけれども実はそうじゃなくて野菜なんじゃないかってこれがねその大学の教授 確か青森中央学院大学だったかなあの教授だったんだけどの女性の教授の講演で聞いてでその先生の話いわく野菜にはカリウムとかそういう塩分を排出する作用のものがいっぱい含まれてるからミネラルとかね,ねビタミンとか要はそういうところね青森県は野菜食わないから塩分を排出しないだから短命なんだと。 だから青森県民は塩分を取るな取るなよりも野菜を取るようにしなきゃだめだとそういうことだよねこんだけ農業をさ盛んなね東北で一番だよ生産額なのに野菜食ってないんだからさいっぱい野菜あるんだから産地だから安いのあるんだからいっぱい食わなきゃいけないと、うん、そういう活動しなきゃいけないよねでそういう話をねいっぱい大学の先生たちしてると思うんだけどそれを聞かない 県県の庁うん。知事は下から上がってきて話聞いてるだけだろうからあれだけど、まあ、知事も勉強しなきゃだめだろうなまあ、ということでさ、まあ、みんな長生きしたくて塩分気になるんだったら塩分落とす。もうこれも大事だけど、野菜をいっぱいとろみましょうねっていうことです。ね、長野県、長寿の長野県と短命の青森県を比較したらそういう結論になると。 いう話ですまあこれもね長く研究がまた続けていけばまた新しいデータが出てきたりして変わるかもしれないけど現状では塩分摂取を気をつけるよりも先に野菜を食べろとその方がずっと効果がありますよと長野県の皆さんが証明しているという話です。